とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー、今シーズン、あと6時間でおしまいです。このラスト6時間っていうのが、いいんだよね。いつも、最後の最後、めちゃくちゃいいのが、出やすい。ということで、頑張って20周、やっていきましょう。まあ、3時間ありゃ終わるでしょう。頑張ろう。一発目、おっしゃ！あ、まあまあ、バーストゲールはね、うん、エンチャーはいいのついてないんだけども、ウィザード！またこの感じ？またこの感じ？ついてないなぁ。こっちは？あー、255。まあ、これは問題外です。でも、まあ、黄金は23と悪くないかもしれないね。エンチャー次第です。残り19回。長いな。いきます。2回目。おーっしゃ来た！いいぞ。まあ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 。ハイランドはね、良くないけども、ポーションバリアがついてる。ポーションバリアとクールダウン。もう贅沢は言わない。その2つでいい。その2つ。ついて。1個もついてない。黄金はなんだ？はい。ソウルフォーカス1出た。そういう嫌がらせはやめてくれないかい？いや、ひどいな。ひどいな。はい、リゾルト。いりません。ひでえな。もう、頼みますよ。まあ、物はいい。物はいい。そこは評価しましょう。次はどうだ。まあ、これは良くないね。うん、間違いないです。よろしくありません。勇者か英雄来て。次は良くないよ。良くない。まあもちろんいりません。いやー、良くねえなー。いや、黄金は旋風いらないんだ。次行きましょう。どうだ？良くない。よくないよ。あ、もうソウルフォーカスとかつくし。いやー、なんかダメだな。次行きましょう。来い。来ない。どう？どうせクールダウンついてないでしょ。もうなんだろうね、あのいいと思うエンチャントがマジで黄金につかないのよ。うん。クールダウンと、ポーションバリア。で、デスバーター、タンブルビー。ヘルスシナジーか。そのあたり？うん。なんだろうね。なんか良くないのばっかりね、黄金につくんだよな。まあ、そういう仕様なのだろうね。つきやすいんだろうな。頼むよ、最後になんか来て。どうだ？下はね、下はいい。下のエンチャはいいんだけども、黄金がさ、毒の雲て、1だし。下はいいから使いやすいんだけどね。まあ、俺が今持ってる2つの、まあ、確実に下位だね。冬の指先があるじゃん。冬の指先はどうだ？ダメ！いやいやいや、黄金よくねえなあ、ほんとに。うん、まあ下のエンチャもよくないけどね。はい、次ですね。どう？お、いいんじゃない？うん。まあまあ、ラストラフ違うよ。ラストラフは違うけども、骨コンボ来たかも。黄金次第だな。どう？もう、これは惜しい。これは惜しいぞ。リフレッシュ2か。クールダウン1秒だよね。2は。3が 1.5 秒だから、まあ、使えなくはない。使えなくはないね。で、下が、ダイナモ、アンチャンティングクリティカル選べて、で、一番右も、追い打ち。いいと思うよ、いいと思うよ。
でも理想はなんだろうね、リフレッシュさんでしょ、でダイナモとシナジーだろうね、ぴょんぴょんするから、アーティファクトシナジーとクリティカルあたりがついてた方がいいのかな。惜しい、ほんと惜しい。まあキープだね、これキープですね。はい、では次行きましょう。これが10回目です。まあ良くないね全部。ああ使える、使える、あ、いや強い、強いな、強いな。虚無、重力、リフレッシュのクリティカル、まあまあ普通に強いっていう感じですね。おお、もともと追い打ちついてるんで、25% か HP 減ってくるとダメージ上がるし、いいと思うよ、悪くない、強い。でも、こういうの持ってた気がするけどな。 OK です、まあまあとりあえずいいのは出ましたね。でも防具が欲しいんだ、後半戦お願いします。どう、おっと、ミステリー、いやでもミステリーはな、難易度が高すぎる。ファイヤーいらない。サブリューも、あー、オーバーチャージ無限はついてるから、いやいらないな。ミステリーどう、あー、いらないね。ミステリーはちょっと難しいよ。どうだ、おー、指先とホークブランド、まずは指先、何もついてない、何もついてないんだ、これじゃダメですね。ホーク使えるね、使えるね。うん、ちょっと虚無1っていうのがちょっとね、いやいや、いいのよ、いいのよ、連続で攻撃するからいいんだけど、まあまあ虚無1のリフレッシュ、重力の雷かな。まあそれなりぐらいでしょうね。はい、まあキープで次いきます。どうだ、あー、豪華、256回ダメですね。クールダウンついた、久しぶりだね。でもまあポーションバリアないからいらない。ベールも、あー、ダイナモ、これね、あの無限ダイナモ一回やってみたのよ、ダメダメです、ダイナモで倒しても影化しない、ダメで、もしも影化したとしてもこれの能力って3秒ぐらいなのよ、短すぎる。当初使えるかなと思ったんだけども、ベールに包まれたクロスボウ良くないです。次どうでしょうか、これは良くないね、これはもう間違いなく全部良くない。力の弓はねちょっと使えるかなと思ったけども、まあよろしくない。こっちももちろんソウルフォーカス1良くない。お、久しぶり見たな、で重力がついてるのか、いやー、どう、どうなの、いやー使えないでしょ、使えないでしょ、微妙な気がする。重力、いや重力ついたならばもう旋風衝撃波いらないんだよね、あんまり意味がなく、どうなの、ちょっと難しい、これは回復がないから、まあ輝きは入れんといかんからね、輝きの、でも追い打ち入れるよりも旋風の方がダメージ絶対出るから、まあ重力、旋風、輝きで一番右がね、いや微妙すぎる、いやこれ使わないわ、一番右微妙すぎる、よくない、こっちはなあ、よくない。次、そろそろなんかこうでかいのポンと来てよ、来ないな、あー、なんだろうね、来ません。黄金にはほんとね、火炎フォーカスつきやすいよね、火炎フォーカス、あとこの最後の叫び、これよくつくんだよな、あとソウルフォーカスとね、なんだろうね、嫌がらせかと思うね。はい、残り3回頑張りましょう、ラスト3回、よくないよ、よくないよ、本当にあと2回です、
あと2回。重力3がついてるね。まあいりませんけどね。ビースティ、衝撃波、衝撃波か。下はね理想的だよ。虚無、重力、輝きで理想的だ。なぜ衝撃波かな。そうね、スタンとか弱体化とか、あとアイテムボーナスとかね、そういう補助的なやつ出てきてくれればよかったな。惜しい。ラストいきます。ラストです。よくねえなラストが。下はねエンチャントはいいかもしんないけどね、やっぱり火炎フォーカスとかよ。もう勘弁してください。火炎フォーカスはもう全然いりませんから。ダメ。サンゴももちろんいらないね。最後だ。ダイヤモンドももうそんな重要じゃないけどね。どう？旋風2。旋風2。これはひどい。はい。ということで、今シーズンは、まあまあ、7、80回はタワー回れたと思うんですけども、いいやつって出なかったな。まあまあ、今日のは、ちょっと取っとこうかなと思うぐらいだけど、出ないね。防具が欲しい。はい。まあ、次シーズンも頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。